はい、ということで皆さんこんにちは、トランペットです。今回はキハ75型の中間ドア締め切り扱いをご紹介します。急遽中間ドア締め切り扱いになった理由としまして、2024年7月5日に快速三重15号が冷房故障により運休という事象が発生しております。その後7月7日8日に試験的だと思われますが、中央のドアを締め切り扱いとしまして冷房効果を維持する措置が取られました。一定の効果が見られたのか、7月9日からは快速三重号と送り込みの普通列車は無期限で中央のドアを締め切り扱いとなりました。ちなみにキハ75型で中央のドアを締め切り扱いとする列車は、過去に名古屋駅奈良駅間で運行されていた急行春日号で見ることができました。キハ75型の初期車、一時車は1993年製造、2024年時点ですでに30年が経過した車両も存在しているという状態でございます。 JR 東海の高性能機動車も老朽化が目立つような時代になってきたわけでございます。到着した列車は各車両の前後のドアのみが開きました。中央のドアは締め切りとなっているのがわかります。各車両中央のドアには締め切り中の張り紙があります。そして締め切り中と書かれた下には、空調機能確保のため両側ドアをご利用くださいとなっております。急行時代のように再び2ドア扱いになっております。始発駅終着駅では半自動ドア扱いとともに中央のドアは締め切りとなっております。これは名古屋駅、鳥羽駅と一部列車の伊勢市駅で見られます。ちなみに伊勢市駅では増開欠のために長時間停車する列車があります。長時間停車でドアを開けっぱなしにしていると、当然冷気がただでさえ弱いのに逃げていって車内がとても暑くなってしまうということもありますので、この伊勢市駅の長時間停車の時でも半自動ドア扱いと中央のドアを閉め切るという措置が取られております。伊勢市駅の留置線にいたキハ75型もカーテンをすべて閉め切った状態で待機しておりました。ファン目線から見れば急行春日のような気分ではありますが、乗降できるドアが各車両1箇所減ったというのは普段の利用者からするとやや不便かと思います。猛暑の中、苦肉の暑さ対策をしているキハ75型の様子をぜひご覧いただきたいと思います。始発駅の時点でカーテンをもう全て閉め切った状態ですので、カーテンを開けている方はごくわずかでございます。晴天時には車両にもよりますが冷房が効きにくくなっているようで、カーテンを閉めてなるべく直射日光を当てないというですね、そんな対策も取られております。さて、このキハ75型のパワフルな走行性能は相変わらずでございまして、電車顔負けの爆走で近鉄に対抗していきます。冷房は弱いですが走行性能は変わらずですので、皆様暑さ対策をして快速三重号に乗ってください。ありがとうございました。まもなく桑名です。なお各車両真ん中の扉は開きませんのでご注意ください。
各車両真ん中の扉は開きませんのでご注意ください。各車両前後のドアからご利用ください。さて、乗客の流れにもこちら戸惑いが見られるということで、この締め切り扱いになれるには少し時間がかかりそうです。各車両真ん中の扉は締め切りを行っております。前後のドアからご利用ください。おそらく急行春日で運用されていた時もこのような雰囲気だったのかと思います。不遇な目に遭ってしまった快速三重号ではありますが、快速三重特種4回数券は大変お得ですので、ぜひ皆さん使ってみてください。伊勢鉄道の運賃も含まれております。単線区間も走りますので運転停車もありますが、電車顔負けの加速力でエンジン音を唸らせて走る姿はとても乗っていて爽快でございます。皆様もぜひお試しください。車掌さんは何度も何度も注意喚起を図っておりますが、乗客側も始まったばかりの締め切り扱いに戸惑いを隠せないようでございます。それにラッシュの時間帯ですと乗り降りに時間がかかってしまいそうで、まあ、遅れが発生してしまわないことを願います。急行型車両のような風格といえば聞こえはいいですが、突然の車両トラブルが原因で始まった措置ですので、なんだか複雑な気持ちです。今年の夏をこれ以上同じトラブルを発生させずに乗り越えられることを祈ります。ありがとうございました。伊勢市です。各車両中央のドアご利用いただけません。各車両前か後ろの扉をご利用ください。降車時に何度も注意喚起を図っております。乗車側では足元のドアの位置案内で締め切り扱いの注意喚起を図りまして、誤って並ばないようにしております。毎年のように続く猛暑と車両の老朽化、このダブルパンチで起こってしまった締め切り措置でありますが、キハ75型もそろそろ引退が近づいている頃かもしれませんので、皆様ぜひ今のうちに記録しておくことをお勧めします。それでは最後までのご視聴誠にありがとうございました。